小松姫、小松美名、小松姫、天正元年、1573年元な6年2月24日、1620年3月27日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての女性。上田藩及び、松代藩の初代藩主、真田信幸、信幸の性質。徳川氏不大家臣の本田忠勝の娘。幼名は、お姉い。 小松殿、稲姫とも称される。徳川栄康、または、徳川秀忠の幼女として、真田信行にとつぎ、信正、信重家、万、孔力忠孝室、正、佐久間正宗室らを生んだ。天正元年、1573年、本田忠勝と、松平玄鉄の娘との間に、長女、第一子として生まれた。名は、お姉、稲姫。兄弟には、 森姫、奥平家政室、本田忠正、本田忠とらがいる。父の忠勝は、松平氏及び、徳川氏の家臣として、永禄三年、千五百六十年の大高城の戦いにおける、偶人以来、姉川の戦い、長篠の戦い、小牧、長久手の戦いなどで武功を挙げ、堺中治、坂木原康政、井伊直政と共に徳川四天皇と称された。 人物である。また、本田氏は、ただかの父、ただたか、叔父のただざ祖父のただとよが、いずれも、合戦の最中に打ち死にするなど、部門の家系でもあった。天章10年、1582年10月末の、徳川、法上同盟の成立による、天正人後の乱終結後、沼田領、あずま、とねの引き渡し問題や天章13年、1585年、 ウルー八月の第一次、上高ス戦、天正十四年、五百八十六年七月の、真田聖伐などで、対立構想を続けていた、徳川家康と、真田正幸が、天正十五年、五百八十七年三月に、豊臣秀吉の命により、正幸を家康のよりき大名とすることで決着した、ことを契機に、小松姫と、真田信之との婚姻が成立した。 これは、両家の関係を緊密にする狙いがあったと見られ、秀吉の意向によるものだったとの書伝も残されており、時期的な状況から、その可能性も考えられる。天正十七年、1589年により、豊臣政権では初代名の祭祀を、樹落大、伏見城、大阪城の城下に建設された武家屋敷に居住させたが、小松姫もそれに従い、 信行の屋敷に居住したものと考えられる。小松姫が嫁いだ当時、信行はすでに、真田信綱の娘、聖音院伝を正室に迎えていたが、その後の記録において、聖音院伝は、家女と記され、即室待遇となっている。このことから信行と小松姫の婚姻以降に、上司とその家族の生活の輪である、奥を取り仕切る、権利全般が、 小松姫に移されたと見られている。一方、歴史学者の黒田は、そうした序列で、表現するのは妥当か否かは最高の余地があるとした、上で、政権本拠地に居住する小松姫が、対外的な妻、信之の両国である、上野国沼田城に居住する、西恩院が、両国における妻としての役割を担ったのではないかと、推測している。信之には、 次女三男の子供がいたが、長男、新吉以外、長女、万、次女、政、次男、信政、三男、信重は、小松姫の所生とされている。なお、長男、新吉については、聖恩因伝の実子とする説と、小松姫の実子とする説がある。慶長五年、1600年九月の関ヶ原の戦いの戦後処理の際、信行は、 家康の率いる東軍に属して、先行を挙げたことから、従来の上野国沼田領、岩水領を含むを安堵されたのに加えて、父、正幸が治めていた、信濃国上田領、弟、信重の治療を数をされた。これにより信幸は8万4千国、または上田領、約6万5千国と沼田領、約3万国を合わせ9万5千国の大名として、 存続することになった。西軍に属した正幸と信重は、信幸と小松姫の父、本田忠勝や本田正信らの嘆願もあり、木の国の高野山への流罪となったが、その後も信幸は、正幸、信重一行の援助、病気を患った、正幸の除名嘆願を繰り返した。また、正幸から信幸の家臣に宛てた書状の中で、ご両人、 小松姫からの恩信に礼を述べる内容が記されていることから、夫と同様に小松姫も正幸を気遣っていたことが推測される。この後、家康は、慶長八年1603年に征夷大将軍に就任して政務を取り行い、豊臣政権と同様に諸大名の妻子を政権本拠地に集中させたが、小松姫も、 江戸の大名屋敷に居住したものと考えられる。ただし、当初は、信行の母、山手殿が、江戸屋敷に、沼田城には、小松姫が居住し、慶長18年、六6 1 3年6月に、山手殿が亡くなったことを受けて、小松姫が、江戸の屋敷に移り住んだとも推測される。小松姫の父、本田忠勝は、関ヶ原の戦いの功績によって、 伊勢国区罠藩に違法され、大滝藩は小松姫の弟の忠友が継いだ。この時期、忠勝からは、信行の家臣、湯本三郎衛門城宛に小松姫を気遣う書状が送られ、信行と忠勝一族との間で親密な関係が築かれるなど、小松姫との縁石を通じて交流が図られた。慶長19年、1614年から慶長20年、 1615年の大阪の陣では、病気療養中の信幸に代わり、長男、新吉と、次男、信正が、本田忠友の軍勢の指揮下に入って出陣した。小松姫からは、冬の陣の際に信幸の重臣、木村綱重とその妻にあて、信幸は病気の養生のため出陣がかなわぬこと、新吉と信正が、沼田城から急遽出陣したこと、信茂が、 大阪方に加わり大阪城に入城したことを知らせる内容の書状が、夏の陣の際には、新吉の家臣、安中作材門にあて、河内殿、新吉については若いので、いずれ、ん、信行のようにはできないでしょう。中略、伊豆伝に免じて、陣中生をいたし、奉公を、お願いしますと合戦の経験が不足している新吉を、気遣い、その補佐を依頼する内容の書状が残されている。 養父の家康は、江戸幕府の開設以来、浄土宗を保護する政策を行ったが、武蔵国河野巣にある勝願い寺の二世住職、窓か誉れ不山に帰した。窓か誉れは、仏教学に通じた学僧であったことから、家康の御前で教義の解釈を行うなど、徴用された。小松姫も、家康の勧めもあり丸誉れに帰したが、同時に、薬師如来像を配慮し、 生涯にわたって、信仰を続け。現那6年、1620年春、小松姫は、病気を患い、草津温泉での当時のため、江戸から草津へ向かう最中、2月24日、3月27日に、武蔵区に河野巣で亡くなった、48歳没。津。海名は、大場スインデーへ誉れ明月大禅城に。墓は前日の勝ち願いでらと、 上野国沼田にある小学寺、品野国上殿にある薫仙寺、当時は、上福寺の参加、寺に分骨された。このうち、品野国上田の吉泉寺の墓は一周期の際に、信行寺の墓は、小松姫が生前に、同時の二世住職、窓か誉れ不惨に深く敬していたことから、次女の未人によって、 墓石が混流されたものであり、三男の信繁夫妻の墓も並んで建てられている。夫の信行は小松姫の母台を弔うため、上田城下に大英寺を混流すると、松城藩への違法に伴い、寛永元年1624年に、当時も松城城の城下、後の長野県長野市松城町松城に移築した。この寺の本堂は創建当時は、 小松姫のお玉屋として使用されていたもので、昭和41年、1966年に、長野県の文化財に指定されている。小松姫は、江戸幕府初代将軍の徳川家康や二代将軍の徳川秀忠に対して、直に意見をするほどハキハキとした、女性、弟の本田忠政や本田忠友が、戦地から帰還した際には高らかに中説を称えるなど、 勇気のる女性、彩色顕微の女性だったと伝えられている。また、小松姫の遺品の中には、四季の肛門の会の場面を描いた枕屏風があるが、こうした戦を表す勇壮な絵を所持していた点からも男価値と評されている。この他にも、逸話や伝説が残されているが、その多くは、武芸に秀でる、勝値気な性格といった、 人物像をもとに後世に創作されたものだと指摘されている。婚姻の時期については、本田氏の経図、参考後経伝や幕府曽種伝では、秀吉の仲介により、天正十四年、1586年になされたと記されているが、公用軍艦では、天正十一年、1583年、沼田日記では、天正十六年、1588年と、 記されるるななど様々な説がある歴史学者の間でも意見が分かれており、黒田元樹は、二人の婚姻は、真田氏の当主である正幸が秀吉に出資し、家康のより期大名となった、天正十五年、1587年以降と見て、間違いないだろうとした上で、沼田日記の天正十六年、1588年12月に、婚約が成立し、 よく天正17年、1589年9月に入与との記述が時期的に最も可能性が高いとしている。このほか、丸島和弘は時期は明らかにできないとした上で、本田氏側が、真田氏との和解後に婚姻が成立したと認識している点から、婚姻は天正15年、1587年頃と見るべきだろうか。平山優は、 婚姻が結ばれる可能性がある最も早い時期として、天正15年、1587年、次に、信行が家康のより木大名となることが確定した、天正17年、1589年を挙げているが、最も可能性が高いのは、天正18年、1590年としている。一般的に、小松姫は家康の幼女として、真田氏に嫁いだものとされており、 本田氏の経図、参考語経伝にも同様の内容が記されている。本田家武功記記書きなどによれば、家康が真田正幸を従わせるため、着難の信幸に家康の重臣、本田忠勝の娘を嫁がせようとしたが、正幸は承諾しなかったため、家康は忠勝の娘を自分の幼女とした上で嫁がせるのではどうかと提案したところ、正幸はようやく承諾した。 その後、小松姫は、公力説津神を従えて、江戸城祭の丸から沼田へと向かったと記されている。この逸話について、平山は、天正十一年、1583年から天正十六年、1588年のものなら明らかにおかしいが、家康が関東に違法された、天正十八年、1590年以後であれば、問題ないと指摘している。 家康の幼女であったかについては、信行の孫にあたる松代藩三代藩主、真田弘道が幕府に提出した書状や小松姫の菩提寺である。大英寺の書状には、大徳院、秀忠の幼女と通説と異なる記載がさているなど、実際に小松姫が家康の幼女となったのか否かは、確定されていない。ただし、家康の幼女とする複数の書伝が残されていることや、 信濃国の国中の中では、小笠原上京の長男、秀政も、松平信康の娘、徳姫を家康の幼女として聖室に迎えている、ことから、幼女の定裁が取られた可能性はある。小松姫が家康の幼女であったとする話の中に、婿選びの逸話がある。家康が若い武将たちを列座させて小松姫の相手を選ばせたところ、家康を前にして萎縮している中で、 小松姫がひれ伏している一人、か人のたぶさを掴んで面を上げさせて吟味していたところ、たぶさに手を差し伸べられた瞬間に信行は知っして、鉄線で小松姫の顔を打った。小松姫はこの気骨に感動して、信行を選んだといった伝承がある。慶長五年、1六百年、秀吉の没後にご奉行の石田三成が挙兵すると、夫の信行は、家康の率いる東軍につき、 父、正幸と弟、信繁は、三成の率いる西軍に就いた。田元を分かった、正幸、信繁親子が、居城の上田城に戻る際、沼田城に立ち寄り城に入ろうとしたところ、留守を預かる小松姫が正幸の計略を見抜いて、開門を拒み、女上部と歌われたとの逸話が残されている。真田氏の遺跡、重の席によれば、次のような内容が記されている。 また、海星三河と風土記によれば、小松姫は正幸から、根性の糸まごいのため対面し、孫ともを一見せばやと、ありこうとの申し出を受けるが、これを断ると事情を使わして、正幸らを、城下の旅宿に案内し家にもてなした。その一方で、城中の家臣には、弓や鉄砲を狭間に配置させ相手方の襲撃に備えるように命じた。 これを見た正幸は家臣に向かって、あれを見そうらえ。日本一の本田忠勝が、女ほどあるぞ。弓取りの妻は誰もかくこそありべけれと、その手並みを褒めたたえたと記している。この他にも、五箇所留め書、真田五部公記、沼田出浦所正さなど、沼田城の留守を守った逸話が記されている。この逸話については、 小松姫が沼田にいたのかどうかが問題となるが、豊臣政権下において、初代名の妻子が、伏見、ついで、大阪屋敷に移り住んでいたという点と、同年7月30日付の大屋義継から、正幸にさながられた書状の解釈が問題となる。黒田は、大阪で、義継に、保護されて不在であったので事実ではないとしており、丸島も2015年の時点では義継書状に、 信ぶの妻子を保護したと記されてあり、これが側室であった、静音因伝のことであれば問題ないが、普通に考えれば、性質を指すはずという点から創作の可能性を指摘していた。しかし、平山はこの書状について、正さ信重親子の妻子については吉次が預かっているが、信ぶの妻女については、いずれ女中改め交換、去年、下り校と記されていることから、 三成挙兵の前年にあたる慶長四年、1599年の時点で小松姫は、女中改めという口実で、沼田に引き上げていたと指摘している。平山と丸島は共に2016年の著作で、石田三成による徳川家康への弾劾状、内地下避、違いの上場における一説、所持の際し、ひいきひきに国元へ開始工事との一文を指摘し、 家康が一部大名の人質の帰国を勝手に認めており、信行の妻子が家康の計らい、悲喜によって帰国していたと解釈し得るとしている。小松姫の夫の真田信行は、上田城六万国の大名であったが、上田は、加賀街道、北国街道を押さえた要所に位置して、加賀藩前田家が金沢と江戸との間を往来する通路上にあった。小松姫は家臣に命じて、 歌集校の通行を妨害し、将軍への献上する品を奪い取らせたが、小松姫が将軍家の幼女であるため、成敗することができず、ついに将軍家に訴え出た。将軍家から小松姫にお咎めがあったが、親のものはこのものであると答えるので、将軍家の方でも処置に困り、それまで6万国のところに4万国を活動して、加賀街道から外れた町城に違法させたという伝説がある。 ただし、現那8年、1622年の松白藩への違法時には小松姫はすでに亡くなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。